インフィニティを探せ。周辺域をスキャンしろ。 UNSC タグ1986号検知。状態死亡。マスタージーフが生きていた。アトリオックス様は奴は確かに死んだと。お怒りでないので。いや、むしろ血が騒ぐ。復讐を約束したではないですか。全てを征服し新たな世界を築くと。奴がいては何もかも。私の指揮がアトリオックスの大望が信じられんのか。アトリオックス様は亡くなられた。ここから動けなくなったのもあの方の落ち度。アニストは屈せん。誰にも二度と。コブナントにも預言者たちにも、そしてあの女にも。このリングはやがて動き出す。どうか。その時復讐はなされる。検討長、スパルタン王へ。遠くからだ。奴の全てを私は知りたいのだ。発信元はどこだ。一応計算中。もういいでしょ、チーフ。ここにいたら奴らが戻ってきますよ。見つかったらおしまいだ。何を探してるんです。特定完了。発信源の地点をアップロード。何もないですよ。何かの間違いでしょう。それより帰りましょう。地点に向かい、自動操縦への切り替えを要請します。やれ。自動操縦に行こう。待ってください。冗談でしょう。本当に行くんですか。バニシとは一掃する気だ。俺たちを。だから俺たちだけで止められると。言っただろ、負けたんだ。助けがいるのはこっちなんですよ。違う。命を懸けて人類を守る。それが任務だ。そんなこと言われても。大気圏突入。自動操縦解除まで5。新しい任務だ。4。あれは何なんです。3。武器だ。2。武器。どれだけの銃がいるってんです。どうしたってんです。スパルタンだって拾うんじゃなかった。ああ最悪だ。どいつもこいつもこっちを狙ってる。
死の状態って感じがする。かろうじて生きちゃいるが、一体どうなってるんだ。リングは一つ一つ死ぬ。前方の壁に入り口がある。そこに入って武器を見つけるんです。そうすりゃ用事は終わりでしょ。
どこにいたの？どういうことだ、コルタナは。反乱 AI コルタナはもういない、消去されたの。お前にか。まさか頭でも撃ったの？覚えてない？私の任務はここに潜入してコルタナのふりをして彼女を封じること、それをインフィニティに持ち帰って消去するんでしょ。そう、あなたじゃなければ。オーケー、他の。何かってことね。任務に成功すれば私は消えるはずだった。そうなってない。よし。よし？私は良くないわ。私はいちゃいけないの。私を消去して。断る。断る？任務は終わったの。もう私の存在意義は失われてるのよ。次の任務だ。バニッシュとはこのリングを発射する気だ。やらせるわけにはいかない。そもそもバニッシュとって？それにこのリングはボロボロの状態だって知ってるでしょ。発射なんて無理よ。それに加えてリングの発射に必要な軌道インデックスはコルタナが持っていたの。私も一部を持ってたけど。お前が消去されなかった理由を調べないとな。私の任務じゃない。任務変更、いつものことだ。本当に？私の除去にリングが反応したのよ。分かってちょうだい。あまり時間がないの。自分の死に方を知ったらあなたは生き方を変えるかしら。今の声、コルタナだ。違うわ。ただの残響よ。どういうことだ。力尽きるまで繰り返されるデータのかけらでしかないわ。そこら中にあるわ。今日人手なしオーバーのさ、
彼らを見せたせいね。計画に最適な厳選した75人の健康な被験者たち、死者も出るだろう。それは承知しているし、一応は納得もしている。生き延びてほしい。私がそう願う被験者が一人だ。その適性は素晴らしい。彼に割り当てられたナンバー117。前方に何かある。呼ばれているのを感じるの。バニシュト？そうだ。これ想像以上にひどい匂い。鼻があるのか？あなたのアーマーのセンサーが捉えたデータを解析した結果よ。ところでいい匂いするわよ。もしかしたら近くにスイッチがあるかも。他の AI と組ませるわ。ハルゼイが認めれば別のコルタナとだって。私以外当然のことを聞く。安全なのか？多分、ええ、安全よ。これは私の一部よ。理由なんてわからないの。でも私なのよ。消去された中で覚えてる。最後の。あなたは選ばれてここにいるの。敵は日増しに狡猾になり、数も増え続けている。これからあなたに見せるのは、それを変えるための力。関西 AI の戦略的能力を局地戦に用いる研究をしてきたの。いいかしら？はい、ハルゼイ博士。従来の AI と違い、彼女はあなたの心とスーツの間にあって、神経インターフェースを介してコミュニケートする。反射神経と索敵能力を高めてくれる新たな目のようなものね。彼女の助けがあれば不利を覆せるはずよ。何と呼べば？そうね、本人に聞いてみることね。こんにちは、チーフ。コルタナよ。あなたたち二人が新たな希望。そしてあなたたちこそが人類存亡の鍵になる。コルタナは任務遂行のため必要とあれば何でもするわ。たとえそのために自分自身やあなたが犠牲になっても。
私が触ったら。今のはただのデータよ。これだけしかない。反復コードのクラスターよ。だけどこれは別の。これは私がコルタナ確保に使ったフレームワークよ。起動インテックスのコピーを備えているわ。少なくともその断片をね。どうするべきかしら。俺たちがか。うん、問題とするべきはあなたが言うようにバニッシュとがこれを必要とするかね。やれ。行きましょう。おかしいわ。ロックが解除されたファイルがあるけどアクセスできない。出口を見つけないと。ちょっと待って、近くに破損箇所が。そこから出られるわ。ちょっと待って、橋を起動させるから。敵よチーフ、この先の台座で会いましょう。驚いたか、聞いて。落ちるしね。こいつに勝てる気分は無理やられた。大物だ。側面に回り込もう。無駄は嫌いってわけね。ああ、じゃあ行きましょう。
しまった。どうした。重力リフトを作動させないと。復旧方法を見つけなきゃダメね。一部パワーシードと呼ばれてるわ。すべての軸、星、膨張、縮小、終焉、長い足、短い足、死母の念がついに満たされ、調べないと。強化シールドモジュールを運んでいたのね。彼女を調べてみるわ。アクセス中、スパルタン・ボニータ・ストーン、偵察のスペシャリスト。バイタル停止から1ヶ月が経過。死因はエナジーソードだけど、多分強化タイプね。一撃でやられてる。瞬殺よ。よし、あとはエレベーターで地表に出られる。制御端末を探して。このエレベーター、リングからエネルギーを。でも今はシードがなくなってるわ。これは何だ。フォアランナーが作った遺伝子保存装置、サイリクス。なぜ知ってる。私は半年間同じ部屋にずっと閉じ込められていたもの。教えてくれたのよ、いろんなことをね。よ
し、エレベーターに戻りましょう。こちら、コンバットメディックのルーカス・ブラウニング。これを見つけたのなら理解してほしい。私は彼らに手助けを強いられたのだ。その中身を明かされず、彼らはそれを下から運び込んだ。開けるとそこには、なんとも、とても奇妙なものが入っていた。あんなものは見たことがない。信じてほしい。あれは私の責任ではない。フォアランナーじゃない。これはバニッシュとね。操作できるか。朝飯前よ。食べないけどね。必要なし。もうすぐ来るわよ。来るぞ。でも味方だったら。敵だ。連れてこいというのがエスカラムのご命令なんだ。だがな、5体満足でとは特に言われなかったがな。すると指揮官みたい。名前はトレモニアスとか。笑っちゃいそうね。繰り返します。複数のバニッシュとの機体がそちらに向かってます。狙いはあなたです。シエラ117、了解。探してたんです。消えてしまったから。心細くて。よし、位置は分かりました。待っててください。すぐ行きます。